はい、こんにちは、竹下敦です。本日ね、ご紹介するのはこちらの、グレコ製と思われる、レスポールです。こちらのギターね、実のところちょっと特殊な構造になっております。これ分かる方には分かると思うんですが、レスポールの形状なんですがセミアコですこれどういう音がするかと思いますと、これね、ペグの部分はね、ギブソンの純正を使ってるんです。そしてここ面取り加工はしてあるんですが、これは私がね自分自身で、しました。ちょっとね時間も手間もかかったんですけどね、非常にいいギターに仕上がりました。ここのねピックガード一旦外したんですが、またつけました、埋め木してね。そしてこれエスカッションのところねちょっと色が合ってないんですけど、これはもうね経年劣化でねすぐに色合ってしまうんで特に気にしていません。そしてブリッジ部分はね、以前使っていたものをそのまま利用しました。で、テールピースに関してはね、これも以前使っていたものをそのまま利用しました。でボリュームポットなんですが、一度割ってしまいまして、これはね友人のジェイクサイダーが送ってくれたものをはめ込みました。そしてねボディなんですが、これはね艶消しにしました。ちょっとこれでねテカってしまうと、あまり質感的に良くないんじゃないかと思いまして、ちょっと大きいかな。もしかしたらね、ちょっと順ぞりなので、他の方が弾いたら弾きにくいと感じるかもしれませんが、私にとってはすごく弾きやすいです。先ほどね、エリック・クラプトンさんの「ワンダフル・トゥナイト」を歌って弾きましたところ、著作権の侵害ということなんですが、さすがですね、クラプトンさん、私の、YouTube をねご覧になって、高評価いただけると、その、それに乗った広告収入がエリック・クラプトンさんに支払われる形になります。私はねエリック・クラプトンさんギタリストというよりはボーカリストとも違う、エリック・クラプトンとしての存在ねをとても尊敬しております。ぜひねまだ生きているうちにね、ご一緒できればと願っております。今の清志郎さんがね亡くなってしまった時に、なぜねそのチャンスがありながらご一緒させてくださいと言える勇気がなかったのかね、すごく後悔しました。エリック・クラプトンさんもねもうかなり高齢なので、ぜひね、なんとか機会を作ってエリック・クラプトンさんとね一緒にギターが弾ける日が来ることを多分実現すると思います。はい、私が実現させると思ったことは必ず実現させますので、先ほどね私の師匠であるレイ・アルフォンソ小太子から歌が前面に出てきていないと、ギターを聴かせたいのか歌を聴かせたいのかどちらなのかはっきりとさせた方がいい、さすがですね。彼のアドバイスに従ってイコライズングをね、ギターの方を、ちょっとハイを高域側をねカットして、思い切って歌側の高域を上げました。はい。本日ねご紹介したのとっても気に入っております。
グレコ製と思われる、こちらの、ゴールドのペグがついた、レスポールです、ペグに関してはねギブソン純正でございます。ちょっとね2フレットがあの音が詰まるんですが、これもおいおいね、フレットの打ち直しなんかをしていきたいと思います。それではね本当にギターは楽しい楽器です。一緒に学んでいきましょう。それでは See you soon です。